イチとイカスチチとサンパパラッチを3個プレゼントしました。ありがとう。匿名シュンメンさん、パパラッチを3個プレゼントしました。ありがとう。綾波ゲイさん、おはようございます。匿名シュンメンさん、パパラッチを3個プレゼントしました。はい、おはよう。曇りか。あれ今日ゴミの日だ。あ、よかった、いい時間に起きた。今日ゴミの日だ。ナイスタイミング。
曇りなんだか分かりやすいな。ノンラベさん、バドさん、おはよう。あれ、ノンラベサムネ変わった？ノンラベ前のサムネの方が良かった。俺なんで鼻血出てんの？なんで鼻血出てんの？おはよう、ノンラベ。なんで鼻血出てんの？誰かにぶん殴られたのかな。ノンラベさん、あのね、ハロウィンパレード見てて。ハロウィンパレード？何ハロウィンパレードって。ハロウィンパレード。ノンラベ、うん、3ハロウィンパレード。あー、ありがとう。プレゼントしました。あ、そういうことか。新しいアイテムか。びっくりした。なんかハロウィンのイベントなんか放送すんのかなとか思って。ありがとうありがとう、びっくりした。そういうことか、アイテムねってことね。ありがとう。ハロウィンのパレードどっかでやってっかなみたいな。バカだからさありがとね。そういうことか。ノンラブ、彼氏とはうまくいってんの？ラブラブ？今日が土曜日。
間違えてる、これだ。あれ合わねえな、計算。寝ぼけてる。セフゾーさん、あれ俳優ですか？俳優です。あれお金ずれるな、なんでだろう。なんでだ。セフィおはよう。銀河の和道だよ。おはよう、セフィ。セフゾーさん、展望祭りすげえしっくりきてたな。セフゾーさん、はい、ワドツ。展望祭？はい、ワドツ。展望祭って何？展望祭。セフゾーさん、便所の企画。展示会ね、はいはいはい、展示会ね。あれ良かったね、展示会面白かったね。便所さんいいよね、かっこいい活動いっぱいやってるよね。お客さんあんま来てなかった、ネット見あんま来ないんだね、ああいうの。セフゾーさん、カメラマンがカメラマンの企画見に行く感じすごくいい。ショートコントだよね、ショートコント。なんちゃってカメラマンと、なんちゃってカメラマン。セフゾーさん、絵になるのあれはすごく。まあ絵になるっつうかいいよ、やっぱ芸術は。ミスター星ユナイテッド星灘公園さん、山小屋の煙突並みにタバコくゆらすね。セフゾーさん、高画質ってなかなか面白いよな。あのね、やっぱ画質はいいのは、高画質っていうよりもね、やっぱね、カメラとしての体だよね。カメラとは何なのかっていう、そのね、カメラっつうのはなんて言えばいいんだろうな、こうやっぱりさ、パシャって撮るもんじゃなくて、じっくり構図を練って、そのここを撮りたいんだよっていう
フェチズムだと思うんだよね俺は。フェチ、こうしたいっていう欲望。うん、あ、例えばさ、光のことで言うなら、例えばだよセフィ、これをさこうするじゃん。この光をバックに当てる手法があるのね、カメラってバックライトって言うんだけど、ちょ待っててね。例えば俺が写真撮るんだったらこういう風に光をこうやってやるじゃん。後ろから焚いて正面から焚くので、こうやってやると曇りがさうまく綺麗に出るの分かる？セフゾーさん、タバコの煙がゆらゆら揺れる瞬間とか。そうそう、こう光を当てて曇りを光らせるっていう手法があるの。分かる？こういうさ技術、太陽光とかを逆に利用したりとか、写真だとこういうことができるね。まあ動画でもできるんだけど、わざと曇りに光を当てるっていう。光が強く出るの分かる？こう煙とかが、こういうなんつうんだろう、光遊びだよ。光と影と、ただの煙でもすごく綺麗に見える。そう、光と影とその対象物の遊びなのね。 3つの関係の。だから光を撮っても面白くないし、影がないとコントラストっていうんだけど、その光と影のバランス、だから影もうまく表現しないといけないし、光もうまく表現しないといけないし、で幻想的に映るんだよ、非現実的。その非現実をどうやって作るのかっていう。だカメラマンってさ、そのありのままに撮ってるわけじゃないんだよね実は。あの演出をしてるのよ。あのライトを当てたりフラッシュを当てたり、その被写体との距離感の間に光を差し込むんだけど、そういうのが面白いね。それが人のセンスだから。それをどうやって作っていくのかって。あとはソフトで加工していくんだけど、これはあの便所さん取って出しって言って、あのカメラの現像っていう作業をやらないやり方なんだけど、俺はあの取って出しのタイプじゃないね。あの画像を編集するタイプ、カラー調整するっていう。セフゾーさん、プロのカメラマンで飯食ってる人もいるからな。いやでもカメラマン儲かんなくて有名だね。カメラマン金になんない。今ねそのよく映像とかもギャラがどんどん下がってるんだけど、結局昔はそのプロの人たちがちゃんとそうやってやってたんだけど、今素人の人もね、カメラ iPhone 持ってるし、あの一眼レフとかも安くなっちゃってるから、どん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 素人の技術が上がってきてるの。だからあのなんだろう、どん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 フリーの人も活躍してる人多いけど、ギャラが下がっていっちゃってるから、プロの人たち相当苦労してるよね。要はあのテレビ局とか広告会社金出さなくなってきたんだよね、あんまり。だからカメラマンとかもフリーランス化どんどんしてるよ。で一番やっぱりその技術としてあるのが、例えばその黒巻き合成って言ってさ、グリーンバック後ろを緑にして合成する技術があるんだけど、そのグリーンバックが未来いらなくなるんじゃないかって言われてんの。要は普通のカメラの中に普通の風景でもこう切り抜くっていう機能ができちゃうんじゃないかって言われてて、そうなるとね、グリーンバックの業者とか全部潰れるからね、それで飯食ってた人は。だからテクノロジーの進化が早すぎるんだよ。そう、iPhone が出てきてからコンパクトデジタルカメラ売れなくなっちゃったしね。 iPhone の方が綺麗なんだもん。あきらさん、岩
孫光明さんどう思いました？あー、わかんないな。岩井法なんて、な、何さん？脳みそクソカスカオスさん、映画館の画面サイズくらいじゃないとそこまでの性能もいらないから手軽になったよ。映画館の画面サイズくらいじゃないとそこまでの性能もいらないから手軽になった。そうだね、フル HD で多分十分だと思う。バカありがとう。フル HD だね。うん、そうだね、多分それがいい読みだと思うね。キョンシーさんの読み、技術の進化についていけないと淘汰されるんだと思う。で、あのね、やっぱりね、その昔はさ、一個の技術を覚えたらそれで一生食ってけるとかさあったんだけど、今ってさ5年先10年先ぐらい、5年単位で変わるから技術が。だから現場の人たちがもう常にその技術を覚えていかないといけなくようになってるのよ、古い技術が。だから本当に言うんだったらもう圧倒的にこの人じゃないと作れないっていうものを持ってないと、あのやっぱ一流になりづらいっていう部分あるんだと思うよ。この人じゃないとこういう映像作れないっていう、こういう映像をやらせたらこいつはね、日本一だとか世界一だとか。 PC は半年が1年くらいだろうね。メンシュメンさん、パパラッチをプレゼントしました。パソコンの技術っていうよりも多分ソフトウェアとカメラの技術なんだよね。セフゾーさん、それくらいのスピードは速い。どん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 新しいもんできてきて、例えばだってなんだろう、写真だって普通の人がパッて撮っちゃってもね、プロみたいな映像を撮れるようになってきてるのは現実だからね。そういう時代だよな。セフゾーさん、昔はパソコン起動するだけで5分やから楽だったからね。懐かしいねパソコン起動したら動かすなって5分寝かせろって言われてたね懐かしいね。脳みそクソカスカオスさん、ドイルはいち早くそっちに乗り換えた。ドイル、セフゾーさん、昔はパソコン起動するだけで5分くらいかかったからのわら。うん、ね、進化は早いよ。でもね、俺ね、思ったけどね、突き詰めていくところ、アナログはやっぱりなくならないっつうかね、アナログが勝つんじゃねえかなっていうふうに。その、やっぱりね、なんだろう、これ音楽が、CD が出た時に言われた評論があったらしいんだけど、音楽が CD で聴くのはやっぱりダメだっていう。で、なんでなのかっていうと、音楽ってライブで高揚感を味わうものだから、その祭りごとじゃん、生音でみんなと一緒に高揚してトランス状態になるっていうのがそもそもの音楽の機能だから、部屋の中でそれは作れないから、だからやっぱりね、その CD で聴くっていうこととライブで聴くっていうことってやっぱ根本的に違うじゃん。生で聴くっていう体験が高くなっていくんだと思うよ、今後値段が。デジタルは無料に近づいていって、やっぱりね、部屋の中で写真見るのと展示会で写真見るの意味が違うなと思ったもん。大地とイカズチチとさん、たまにはレコードシングル。いや、俺が言ってるアナログっていうのはその媒体がデジタルなのかアナログなのかじゃなくて、そこをどこで見るのかっていう話ね。わかるかな。データの話じゃなくて、技術って面白いな。技術は面白いけど、やっぱりあれだよ、残酷だよ。キョンシー君がどのラジコン池上 W さん、確かに CD だと微妙だけどライブで聞くとめっちゃいい歌あったりする。俺はね、それを尾崎豊って呼んでんの。その現象を尾崎豊って呼んでて、もちろん尾崎豊 CD で聞いてもいいんだけど、なんかね、それはね、音楽祭、フォークギターのアナログ楽器だけの音楽祭があって、そこに行ったバーの店主が言ってたんだけど、その人自身もバンドマンなんだけど、そういうアナログの音楽祭に行くと、
そのテレビとかその CD とかじゃ伝わらないんだけど、たまに一人ぐらい大崎豊みたいなやつがいるって言ってて、でなんか本当はそういうのがカリスマなんじゃないかっていう、そのなんだろう、そのディスクリートマスデータには乗らないっていうか、そうそう、わかる、キョンシーの言いたいこと。あのね、違う、あのね、全く同じデータなんだよ、全く同じデータだから、みんなは情報量一緒だって思っちゃうじゃん。だけど俺がその展示会に行って体感したことって、やっぱりただ同じ写真を見てもパッてこうカチャカチャってやってみるじゃん、でむしろこっちの方が綺麗だったりするのよ、データ元データだから。で何が違うのかっていうと、その写真を見た時の時間をやっぱりじっくり、お金払ってるからじっくり見るっていうことと、やっぱりカメラマンが直接そこにいるから、この写真ってどういう気持ちで撮ったの、この女の子ってどんな子だったの、なんでこの子川の中でたらい乗ってるの、全部説明が聞けるのよ、本人からので。例えばすごい現状で5歳の子供たちが5歳になる前に死んじゃってるんだよっていうのを分かってほしいと思って俺は撮ってるって便所さんは言ってて、ああそうなんだと思って、だから子供たちを撮ってるんだっていう意味が分かるじゃん。でその後に、じゃあ逆にその現状たちを彼女たちはどう受け止めてんのって言ったら、彼女たちにとってはスタンダードだから悲観的じゃないよって。だから俺、だから便所さんの言いたいことって、彼女たちの悲惨さを日本に伝えたいんじゃなくて、日本人に感じ取ってほしいって意味合いなのよ。彼女たちはそれがスタンダードだから。でその情報としてさ、そのやっぱり全然レベルが違うんだよね。だから生で会いに行くこととか、その写真を見、でもね、俺はちょっと悲しかったことがあって、悲しかったことっていうか、失礼、免除さんに対して失礼だなと思ったことは、写真展なのに写真の話をしてるやつが一人もいなかったんだよ。バカにしてんだろ本当に。これはすごい頭にくることなの。あの、俺は言わなかったけど、写真展で写真の話をしたり写真を見てるやつがいないっていうのはどういうことなんだって思ったよ俺は。それはカメラマンに対して失礼だと思いませんか皆さん。どうなんだろう、写真をちゃんと見て、ちゃんとね、写真を見に行かないと意味ないでしょうっていう。何しに来てるんだあいつらはって。うん、お、立ち上げいらっしゃい。何しに来てるんだって話でしょ。まあいいんだけど、金払ってるし。だけどそのなんだろうな、やっぱ怒りは感じるよね。まあそれも含めて銀河だよね、受け入れていかないとね。それも含めて銀河で起こっていることだから、俺は怒ったりはしないよ銀河の和道だから。危ない危ない。パパラッチありがとう、五郎さん。みんな生まれてきてくれて本当にありがとう。あ、でもなんか宮崎駿のインタビュー良かったな。なんかあの川上さんに対して怒ったことについての VTR すげえ見て良かったな。やっぱ本当の天才なんだなと思ったもん。宮崎駿すごいね。芸術はいいね。そう、大抵のことはくだらないんじゃない。俺は気づいた。銀河の和道になったのね、一昨日。気がついた。銀河クラスで見たら、すべての現象は光瞬いているだけなんだよ。闇は深いよ。うん。ありがとう。アイテムありがとう。
俺の中には銀河がいるから。そうだよ、今銀河の和道だから、だから銀河の和道っつだから。そう、知らんよ、一昨日俺は世界の和道から銀河の和道になった。みんな生まれてきてくれて本当にありがとうね、銀河の和道っつ。もうね、気づいたよ、悟りを得たよ、今俺は銀河にいるから。はい、銀河の和道つ。銀河の和道つ、ダメ人間生まれてきてくれてありがとう。素直ちゃん、素直ジャイアちゃん、生まれてきてくれてありがとう。銀河の和道つ、銀河は全てを受け入れるよ。銀河の中では全員平等なんだよ。何やろうかな。ここも銀河だよ。銀河リスナーたちようこそ。いや、配信は映画とは違うかな、ちょっと俺の中の配信の映画と、映画と配信やっぱり根本的に違うかな、映画諦めたかとかじゃなくてね、なんだろうね、だんだん分かってきて、俺は世の中のからくりが、世の中のからくりっていうか俺自身のことが分かってきたよ、だんだん分かってきた。見えてきたね、だんだん見えてきた。おっさんだから油がすごい顔。はい、ワドツー、みんなワドツー、お母さんワドツー。ドキュメンタリーは違うよ、ドキュメンタリーではないよ。あ、もしよかったらね、あの携帯配信用のさ、あのアマゾンギフトにあの広角カメラ入れたんで、これはノンフィクションとか、そのなんだろう、やっぱり制作者の解釈が入るっていうのが俺の考えだから、制作者の解釈が入らないからね、
まあ本当の意味ではノンフィクションではあるかもしれない。配信はカメラじゃなくて、配信の広角レンズ、広角レンズ誰か買って、ドキュメンタリーって結構テクニカルだったりするんだよ、インタビューとかって。よく言われてるのは、そのプロのカメラマンとか映画監督とかカメラに携わる人がよく言うのが、あの被写体との距離感ってよく言うんだよね。テクニックじゃなくて被写体との距離感、みんなそれを意識してて、どこの距離感から接するのかっていうのがすごく重要だったりするの。あんまり仲良すぎると友達との会話になっちゃうし、仲良くないと本音で話してくんないし、どこまで近づくのかっていう距離感、ありがとうバーガー、すごくそれが重要なんだよ。もう多分ね、映像って距離感なんだよ。リスナーと配信者にも同じことがあるじゃん、距離感、どこの距離で接するのか。もっと来て、もっと来て、たくさん来て。これは全部を受け入れるよ、頼むよ、全部受け取るよ。憎しみも愛情も全部受け取る、それが銀河の和道だよ。ありがとう、はい、でもありがとう。おはよう。あ、そうなんだ。あ、まあまあ、ね、そう言ってくれるのは嬉しいね。でも、まあ、なんだろうな。なんだろう。まあ、カオスの空は感性がいいからなんだろうな。カオスの感覚でしょ。でもね、カオスすごくいいことを言ってくれてて、俺にとっての配信って初期のコンセプト何なのかって言ったら、リスナーさんと交流する場所って俺は捉えてなくて、ただ一人の男の人生を垂れ流そうって思ったんだよ、初期のコンセプトね。ただ一人の男のつまらない人生を垂れ流そう。わお、花火ありがとう。そう、それを観察できる空間っていうか、だから起きてる間、本当のこと言うと風呂、セックス、トイレ全部映したいんだよね。全てを映して、全てを感じ取ってもらってっていう、その一個の機能としてやってみたかったんだよね。それがドキュメントなのかっていう、何なのか分かんないけど、そういうものをやってみたらいいんじゃないかなと思って、それが一番初期のコンセプトに近づいてるね。素敵に行こう、いい言葉だね。キラキラしようね、瞬こうね。オープンだね。いいところも悪いところも全部さらけ出していきたいかな、ありのままにね。ないね、バンになるからやらないだけで、俺は全部さらけ出したいね、できればみんなに本当のことを言うならね。なんか俺の中にある絶望とか希望とか全部出したよ。
だ見せれる範囲で見せないとっていうのが制約かな俺が抱えてる。波は前からあるよ。波は前から。良くなってるのかな。良くなってると嬉しいね。ありがとう。良くなってるのかな。どうなんだろう。ジャック・スパローさんいらっしゃい。生まれてきてくれてありがとう。銀河の輪とつ。まあそれはさ、辛いことはさ、みんなもあるじゃん。俺だけじゃないよ。苦しまない人間なんていないさ。ありがとね。ありがとう。みんなのね、今日がキラキラ輝くように祈ってるよ。お疲れよ、梅さん。お疲れ様。おはよう。ああ、綾波さん、すごくいいことありがとう。それはね、俺も気づいてる。多分ね、1億円もらっても多分俺は満たされないんじゃないかなと思ってる。それくらい欲深い男だよ。いや、俺はもう生まれ変わったんだ。この銀河に存在する全てに感謝してるから。それが銀河の和道だから。一緒に瞬くだけだから。今日も瞬こうね、みんなで一緒に。銀河の果ての子供たちに向かって、綺麗、あの銀河綺麗だなって思わせてあげようね。アンコロおはよう。アンコロ、今日も綺麗だよ。また焚いてるかい。生まれてきてくれて本当にありがとうね。銀河の輪どつ、みんな綺麗だよ。そうだね、朝を喜んでる。はいはい、行ってらっしゃい。銀河はそうだね、おっさんだから、あとやっぱり人様に見られる職業だから、やっぱりニキビとか嫌でしょ。前にさ、
美容業界ネットワークビジネス、あの洗顔とか使ってたから、やっぱりあの男の人でも顔綺麗じゃないと化粧品とか売れないよって先輩に。どんなにいい商品扱っても本人が汚かったらダメだよって言われたのよ。だから男の人でもあの肌洗顔とかちゃんとやらないと自社の商品使わないダメだよって言われた。アンチなんていないんだよ。銀、瞬く銀河なんだよ。ただ光り輝いてるだけだよ、遠くから見たら。僕たちは一つなんだよ。遠くから見たらキラキラしてるだけだよ、うん、おーちーいらっしゃい。ニューウェイズじゃないね、あの進行形だね。でかいところでは俺ネットワークやったことない。綺麗だった、うん、もうでもいい年だけどね、俺もね若くないから。ちょっとやっぱ市販のやつ突っ張るね、肌が。いい化粧品じゃないから肌が突っ張る。いいよ、通常枠では別にアイテム投げても投げなくてもいいよ。通常枠はいいんだよ。いや、ヒゲ剃るね、今回、うん、朝ごはん食べてない、まだ寝起き。歯磨いて今洗顔してひげ剃るところだね。捨て頃以降腹引き締まったよね、ちょっとね。ちょっと体良くなったよね、昔に比べたら。そう思わない？なんか半年スポーツやってないけど、なんか肩幅とか変わった気がする。やっぱ運動やるって大事だよね。昔の自分と今の自分、体が違うもんね、ちょっとね。ステゴロ3出てほしい。もうそんな時期か。ちょっと考えよう、みんなで一緒に。俺としてはもう痛い思いしたくないね。あ、いいね、竹の麹から作る男性美容液、なんかいいかもしれないね。ちょっとね、捨て頃怖いんだよね、やっぱね。もう2回負けてるからさ。そうだね、小栗旬も銀河だね。
多分性格的には向いてない。それはね、俺の親父から言われてた。空手習ってる時にね、あのこいつは優しすぎるし、あの人殴ることに向いてないって言ってた。俺の弟はすっごいあの運動神経良くて向いてるって言ってたの。性格的にセンスがないって言われてたもん、親父に。要はね、あの最終的に突き詰めるとリズム感なんだって。で、俺はリズム感がないらしいね。その格闘技のリズム感ね、音楽的なリズム感っていうより、そう、やっぱね、強い選手って独特のリズムを持ってるんだって。あ、他のことやらせたか、他のことじゃないとダメだなって思ってたらしいね、親父は。なんか嫌だよ、うん、英語は好きだね、うん、いや、ニーニーって俺長男だから、俺のお兄さんいないよ。俺の弟が向いてるってことね。弟と妹運動神経めちゃめちゃ良かったんだよね。なんで俺だけ運動できないんだろう、うん、母親も親父も運動神経いいんだよ。どちらかっていうと、だから体育会系の会系家系なんだよね。本当は。鳥は文鳥だね。そうだよ、一緒ね。はいはい。卵味噌いらっしゃい。はいはい、いってらっしゃい。
アイテムありがとう。バーガーありがとう。はいはい。どうもしてないよ。だけど子供生まれないかもな。子供生まれたらね、お金もらったから配信頻度減った？いやそんなことないよ。昨日はね、あの寝れなくて不眠症が出ちゃって、12時間ぐらいずっと布団の中でネットしてて、昨日寝たの夕方の6時ぐらいだったのかな。だから結局配信やればよかったなとか思って、配信頻度全然減ってないよ。今月は170時間今やってるかな、もう現時点で。だいたい200時間超えとかだから。220時間とか240時間とかだから。まあ普通だね。自然？ツイッターに写真を上げてあるから、ツイッター見てくれたら。解放おはよう。パパラッチありがとう。まあ貧乏暇なしですな。文章は喋らないよ。で今ヒゲ剃ったの。ヒゲ洗顔してヒゲ剃ったの。似合ってる。ありがとう。うん、バーガーありがとう。文章見たいの？いいよ。名前はシャカとペコ。白いのがシャカ、この子がシャカで後ろのがペコ。出かけないね。後ろのクリーム色がペコで、手前がシャカ。かわいいよね。こんな感じかな。白いシャカとクリーム色のペコ。そうそうそう。
うなげは反らないかな、うん、寝る以外はない。あ、いやいや、寝てる時は鳴かないよ。朝光が入ってくると鳴くの。朝だ朝だって今朝を喜んでる感じだ。朝はよくなる、目覚めの時。もう年だよ、釈迦は。ん、横顔かっこいい、ありがとう。人間でいうところの今30後半かな。30後半。あ、今でも時間帯によっては200はいくよ。100切らないぐらいがデフォかな。100安定ぐらいかな今。いやでもね、あの YouTube からも結構人来てくれて、最近の女性陣のメンバーは YouTube から来てくれた人だから、やる意味は あったよ。最近携帯配信にハマってるから、あの YouTube 同時稼働してないけど、釈迦がメス、白いのがメスで、ペコがオス。あ、運動不足だな。閲覧はね、結構流動的だからね、あの、なんだろう、あんまり分かんないよね、誰がいつブレイクするかとか、結構水物だから。ズベの回線、神回線なのになんで配信者食いつかないんかな。あのね、おすすめ欄の問題があって、配信者っておすすめ上位に行けるじゃん。あのね、 YouTube 自体はチャンネル登録者に告知を流す仕組みで、新規を獲得しづらいっていうのがあるね。要は検索してその人に興味がある、要はなんつうんだろう、トップページみたいなものがないの、配信者用の。だからあの発見されづらいっていうのがあるね、うん、はいはい、また来てね。それが問題なんだと思うね。多分それも改良されていくと思うんだけど、でももうそれが始まったらね、食い荒らされるから早め早めにやんないとと思って。一応今チャンネル登録1975かな、あと25人で2000人いくから、ちょっと来年は1万人フォロワー目指して頑張ろうかなと思って、 YouTube の動画も結構頑張ってるんだけどね。YouTube でブレイクしたらね、生主のブレイクとはわけが違うからね。できればね、5万人とか3万人とかね、チャンネル登録あったらいいんだけど、多分世界変わるだろうな。配信者でね、100人集めてて中堅どころだろうけど、YouTube の中堅ってやっぱ10万人とかだからね、見てる層が幅広いから。風もう引き終わったね、今年は。3ヶ月ぐらい前にダウンしてたけど、ゆっくり休んで、調子整えな。これはもう治ったよ。
のんちゃんいないんだよね。もう4日、4日会ってない。ゲーム配信人気だからね、やっぱりね。やっぱあれだよ、もともと YouTube が、うん、あの生放送を力入れたのはゲーム生放送が原因だからね。だからゲーム生放送の配信者は特別なチャンネルを持ってて月額課金ができるの。雑談はできない。だから優遇されてるよ。あとね、ゲーム専用の、あの YouTube のサイトも出来上がってんの。だからでかいよ、ゲームの需要の方がでかいから。だから鮫島さんなんか YouTube でね、多分ゲーム配信やったらすごい人気出ると思うよ。フォロワー多分ぶっぱねると思う。ふわっちでねゲームやるぐらいだったら全然 YouTube 行ったら多分10万人チャンネル登録とか行くと思ってるんだけど、まあ、本人があんまやる気ないみたいだね YouTube。ねえ、幸福の科学のね息子さんが今 YouTuber やってるもんね。のんちゃん多分この時間は寝てるだろうね。 LINE 既読ついてないから。いや、ゲーム配信難しいんだよ。俺一回やったことあるんだけど、雑談もすっごい疲れるのね。ずっと何時間も喋るから。ゲーム配信はすごく難しくて、ゲームをやる集中力とコメントを読むっていうのを同時にやるの。パソコンにで見るでしょ。だからコメント欄を把握しながらゲームを上手くなくちゃいけなくて、さらに喋るの。だからね、1時間ぐらいゲーム、しかもロールプレイングだったのにすっげえ疲れた。あれは難しいよ。だから実際普通のトークさせたら配信者の方がうまいんだけど、あのゲーム配信はちょっと特殊だね。なんか3つ4つ同時並行でやるから脳がすごい疲れる。あれね、遊んでるわけじゃないんだよね本当に。あれ技術だよ。やってみるとわかるよ。あのゲームやりながら喋って、本を読みながらゲームしながら喋るみたいな感じ。そう、やってみないとわかんないよね。俺もゲーム配信者楽でいいなと思ってやってみたんだよ。ドラゴンクエスト5やったんだけど、アクションゲームだったらもっと大変だと思うよ。なんだろう、スポーツやりながら本読みながら喋りながらみたいな、そういう感覚じゃん。スポーツは違うか。まあでも大変だね。ゲーム配信者は本当に難しいね。眠気やばいよね。ゲーム配信大変だよね。あの雑談配信よりもレベル高いよ。あの消費カロリーはすごい。よっさん喋んないじゃん、ゲームやってる時あんまり。でもプロのゲーム配信者ってずっとトークを絶やさないで、コメントもずっと拾いながらじゃん。よっさんはただゲームやってるのを垂れ流してるだけだから、あれは疲れない。じゃあ俺が言ってんのはその、なんつうの、本格的なゲーム配信者ね。ちゃんとやってるゲーム配信者。よっさんは雑談でしょメインは。はいはい、トンちゃんアイテムありがとう。そうそう、受け落ちとかその辺の話ね。はい、おはようゆかりちゃん、おはよう。
のんちゃん起きたの？おはよう。寂しいね、のんちゃんね。のんちゃん起きたんだ。おはよう。もう4日も会ってなくない？寂しいね、やっぱね。ありがとう、ナインコンティニューありがとう。そうそう、のりこ。ナインコンティニューありがとう。ありがとうね。たつもありがとう。のんちゃん。なんかね、のりこのこと、のりちゃんっていう人が出てきてね。そう、のんちゃんなんだけどね、本当は。ありがとう、トンちゃん。花火ありがとう。ありがとう。ありがとうね。のんちゃんだよ。そう。ああ、ありがとう。花火二つありがとう。そう。みんなのんちゃんって古い人は呼ぶね。もともと、のんちゃんっていうコテハンを俺がつけたの。のりこに。のりこはもともと別のコテハンだったんだけど、のりこ、のんちゃんっていうコテハン。あのね、俺が好きだったね、絵本のね、タイトルから来てんの。子供の幼稚園生の頃読んでた、のんたんっていうのがあるんだけど、それを、なんかのんちゃんが、私もコテハンつけてって言われて、コテハン和道さんにつけてほしいって言って、4年前、5年前ぐらいに、ナインコンティニューありがとう。これが元ネタ。そう。のんたんっていう。知ってる？これ。絵本。これをいっぱい持ってたの、俺。子供の頃。だから、のんたんだったの、最初。で、のんちゃんになって、で、本名なんていうのって、のりこが、松平のりこっていう言い始めて、そう。それから、のりこって呼ばれるようになった。え？千秋って何？何、千秋って。え？千秋が書いてんの？これ。知らないんだけど。え、これ千秋が、え、だって子供の頃だよ。え、キヨの幸子って書いてあるの。弟が読んでた。あ、声何アニメになってるんだこれ。へえ、知らなかった、知らなかった、知らなかった。俺の時は絵本しかなかった。可愛い絵本だよ。ありがとう、花火ありがとう。のんたんと一緒っていうテレビ番組。あ、そうなんだ。テレビになってるんだ、これ。知らなかった。見たことない、俺。あ、そうなんだ。知ってるんだ、みんな。俺知らなかった。ナインコンティニューと花火ありがとう。かわいい。あとね、俺が好きな絵本ね、これ、これが一番好きなの。ちょっと待ってね。この絵本がすごい好きで。これね、おすすめだよ。この子供いる人いる？小さい子供いる人いる？これ、あ、石野、生まれてきてくれてありがとうね。銀河のワドツ。これ、僕は歩いた、まっすぐまっすぐ。これ、これがおすすめ。もしよかったら本屋さんで売ってるから見てみて。僕は歩いた、まっすぐまっすぐ。絵がかわいい。これおすすめ。まだ売ってるのかな。そうだよ、銀河のはどっちだから。銀河に生まれし、すべてのものたちよ、生まれてきてくれてありがとう。一緒にまたとこうね。今銀河の和道だから。そうだよ、みんな愛してるよ。もうつい、あの、おとといかな、おととい気がついたの。あ、銀河祝いありがとうございます。銀河祝い見てごらん、みんな。コメント欄がキラキラしているよ、うん、ありがとうございます。やっぱり世界クラスだったわけよ、今までは。世界の和道だったから。だから戦争をなくそうとか、差別をなくそうとか、貧困問題とか、
生活保護とかいろいろやってきたんだけど、よくよく考えたらだよ、よくよく考えて遠くから見たら、すごい遠くから見て銀河クラスで見たら、なんだキラキラしてるだけじゃないかっていうことに気がついたのね。僕たちは一つじゃんって、だから僕は銀河で起こる全てを受け入れることにしたんで、はい、今その銀河の和道です、はい、銀河クラスのことしか考えられないんで、よろしくお願いします。もうあの世界で起こってることとかちょっとよくわかんないですね。キラキラしてるだけだから、俺からしたら瞬いてるだけだから、ピカピカと、うん、銀河祝いありがとうございます。みんなも一緒にキラキラしようね、瞬こうね、うん、瞬いていこうね、ピカピカと、今日も一日輝いていこうね。人の抱えてる問題なんて銀河から見たらちっぽけなもの。そうだね、うん、逃避じゃないよ、インド人、生まれてきてくれてありがとう、そして僕と出会ってくれてありがとう、コメントを書いてくれてありがとう、銀河の輪だつ、うん、銀河から見えてるんだよ、みんなのことを、うん、輝きたい、大丈夫だよ、輝けるよ、コメント欄を見てごらん、こんなにキラキラしているんだよ。でも忘れないで、銀河の中心は深い深いブラックホールなのさ、銀河の闇は深いよ、でもね、闇があるから光り輝けるんだよ。それが銀河だからね。さあ一緒に瞬こう、どうもいらっしゃい、イートビさん、生まれてきてくれてありがとうございます。銀河の輪凸、輝いていこうね。ありがとう。闇も受け入れるんだよ、闇があるから光り輝けるんだよ、闇を吹っ飛ばすことなんて無理なんだよ、僕たちは膨大な時間の中で輝いていくだけなんだよ、わかるかい、闇を恐れたらダメさ、銀河なんだよ。今日何やろっかな、まあ小田切城だね、小田切城も銀河、和道も銀河、つまり俺は小田切城、そうだね、うん、そうだよ、受け入れるんだよ、そう全部受け入れるの。だからアンチコメントも銀河だから、わかる、アンチコメントも銀河、アイテムも銀河、囲いも銀河、全部銀河、うん、わかる、もう逆らうことなんかできない。わーん、わーん、どうしたんだい銀河の和道だよ、どうしたんだい少年、銀河の和道だよ、なぜ泣いているんだい、どうしたんだい、体育の時間で50メートル走早く走れないんだよ、僕の目をご覧、僕の目をご覧少年、わかった。君の涙は銀河の輝きだよ。そうなの？銀河の輪凸、本当に？そうだよ。今君が流してる涙は銀河の輪凸なんだよ。そうだったんだ。キラキラしてるんだね。うん、そうだよ。わかってきたね。そして君は50メートル走何秒台で走るんだい？8秒なんだ。みんな7秒で走るんだよ。落ち着いて少年、銀河はものすごいスピードで君の分まで動いているよ、本当に？
本当だよ。銀河はとてつもないスピードで動いているんだ。君の分まで。ありがとう、銀河のワトツ。ありがとう。輝くんだよ。これが俺の日常だね。わかる。銀河クラスになると全ての悩みが解決するから、いいでしょう。いやだから銀河のワドツだね。ほんとオチに生まれてきてくれて本当にありがとう、ギャラクシーディスティニーギャラクシーディスティニーなんだよ。いや言われたもん、銀河宗教だろうって最近言われてるから、銀河宗教。さあみんなギャラクシーディスティニーを感じるんだ。だいたい銀河クラスで物事を考えたら全ての悩みが吹っ飛ぶから、そうギャラクシーディスティニーを感じれば、おとといだね、なんか世界クラスの悩み事が全部吹っ飛んだんだ。あ、小さかったな、ちっぽけだったなって。地球の上でマウンティングしてたから。エイトマイルズハイさん、生まれてきてくれてありがとう。銀河のワドツ、全部もう悩みなんてないよ。そう、昨日銀河チャーシュー作ったんだよ、銀河チャーシュー、わかるかい。みんなだから悩みなんてないからね。一瞬の瞬きだからね。星の一瞬の瞬き、その集合体が銀河だから。そうだね、ロール白菜とかも作んないとね。そう、一昨日だね、昨日は放送してないから、一昨日から銀河の和道になった。銀河のギャラクシー和道だから。でも忘れないでね、ここにいるみんなも銀河だから、銀河を受け止めてね、自分が銀河、そして銀河の意志を感じ取ってほしいね。